GO! 今回はこの古いタンス、これを直して使えるようにするでの。ほんね、引いておっつえわけでもねえけど、なんかガッサガサしてたり、こんな剥がれてたりの、あとこんな金物が取れてもてたりの、直すところは結構あるの。これけど、無垢材で作ってあるでの。捨ててまうのはおとましいざ。ファクトリー Q。まあとりあえず作業場に持ち込んでみて、中の状態を見てみるわ。このタンスは3つに分かれてるんやけど、これは一番上の段の。やっぱ本音悪いとこはないんやわ。やっぱ古いもんは丈夫にできてるんやって。そしたらサンダーでの磨いていこうと思うんやわ。ペーパーは180番。こんな磨いてるとこずっと見ててもの、何も面白ねえもんの。飛ばしてまうわ。この表の面だけは霧の引き板が張ってあるんやわ。正面からだけ見れば霧ダンスに見えるっちゅうことやの。他は全部杉やけどの、この霧のとこだけはこのスポンジヤスリで磨くわ。この中の方はささくれてるで、それを取ってるんやわ。壊れとんた金具がのそのままついてるで、取ってまうわ。この金具薄いでの、釘だけ残ってもてちぎれてまうんやわ。もう抜けてこん釘は打ち込んでもた。なんかこうやっての、そこの方の板がの、たわんでまうのがあったんやわ。これで、このタイトボンドでの、補強しとくわ。ほんで、ここがちょっと難しかったんやけど、この鍵のついてるとこがの、もう木が割れて持ってるんやがの。ちょっとめんどくさいけどの、この木で同じ形のやつを作って埋めてみようと思っての。まあこういう作業は時間かかるけどの、削っては合わせてみて、削っては合わせてみて、この繰り返しやわ。根気をやらなあかんぞ。おい、でも何べんもやってるうちに覆ってくるでの。そしたらここもタイトボンドでくっつけるわ。乾いたらいらんとこ切ってもて金具つけるでの。
どうなっても出た鍵物作ってみたわ、こうやってのっ、直ったやろ。まあこうやってちょっと剥がれてるとこもあるで、これもやっぱタイトボンドやわ。そしたらの、あと柿渋を塗ろうと思っての、これ裏を使う虫柿渋。もうこれ凍ってから2年ぐらい経つでの、こんな風にの固まってもてるんやわ。前の動画にもいっぺんのしたことあるんやけど、鍋に入れて煮るとの結構元に戻るんやさ。ちょっと混ぜながらの煮るの。よう混ぜたいでの、こんなまんも作ってみたいんやって。の、だいぶとろっとしたやろ。そしたらこの柿渋を塗るんやけど、結構適当でいいんやさ。塗ってる時は濃い色に見えるけど、乾いたらの結構薄なるんやって。結構適当に塗ってもの、あんま無駄にはならんねえって。塗りすぎてもた分はタオルで取れるでの。まあ大体こんなとこやの。ナナと散歩に行ってる時の、こんな面白いキノコ見つけたんやって。卵だけ毒キノコんたなやろ。ほやけどこれは食べられるキノコでの、美味しいらしいんやわ。こんなもん食べんわけにいかんわの。うまかったわ。ファクトリー Q。 柿渋も乾いたでの、組み立ててみてるんやけど、ちょっとピントが甘かったの、ごめんの。綺麗にはなったんやけどの、なんか物足りんねやわ。の、なんか面白ねえやろ。で、なんかいいもんないかなと思っての、アマゾンでのちょうどいい感じの金物があったんで、これをつけようと思うんやって。この池箱の方は7のご飯やけど、この鉄の金物でタンスの分かれてるところをつなごうと思うんやわ。ちなみにこれの10枚セットで1899円。つける場所はまあ適当にの目分量やわ。タンスは杉屋での、下穴はいらんわ。もうそのまま売ってまう。の、ちょっと和ダンスらしくなったやろ。また今回も最後まで見ておくれて、お気に入りのチャンネル登録とかもしてもらったらもう嬉しなってまうわ。うら